スリープフリックス。はい、スリープフリックスの田澤です。今回はアイゾトープ社のニュートロンの内蔵エフェクトについてお話したいと思います。まず、こちらのエフェクトの中で、ここにですね、5個のものが入っています。そして、それぞれの特徴として共通として言えるのが、ここにミックスとして0から 100% っていうのが設定できます。これはリバーブやディレイなんかでよくついているドライウェットと同じものだと思っていただければなと思います。これはですね、中でかけたエフェクトを0の状態だと全くかからない状態で 100% にすると全てのエフェクトをかけたような状態となります。これは全てのね、ものの中で言えます。まずは頭のイコライザーからいきましょうか。まずこちらですね、ドラムループに対してかけています。見ていただくとですね、このようにローカットやハイカットがあってですね、その次にシェルフがあって、よく見る一般的なイコライザーだと思うんですけれども、一つ特徴的なものを挙げるとすると、こちらですね、ダイナミック EQ モードっていうものがついています。これは何かというと、このようにですね、例えばこの7番のポイント、イコライザーをこういうふうに押さえるような感じで書きたとしましょう。この状態でまずループを聞いていただきます。はい。これ今ですね、イコライザーこのように設定していますけれども、実はイコライザーかかってません。っていうのが、こちらコンプレスっていう風な表示があって、コンプレッサーと同様にですね、こちらにスレッショルドレベルがついてるんですね。これを下げていくことによってイコライザーを反応させることができます。少し再生しながら調整してみましょう。はい。このようにですね、少しこうスレッショルドにかかってくるとイコライザー動き出すという形になっています。これはどういう時に役立つかというと、このようにドラムループなどでですね、例えばこの高いところでハイハットやクラップ、まあボーカルの高いところが被った時にだけ、すごくこの辺りがキンキンとうるさい場合ですよね。そういった時にこのようにマルチバンドコンプのような形でですね、ここだけイコライザーで抑えることができるといった機能が備わっています。次にコンプレッサーに行きましょう。コンプレッサーのこの1番と2番というのは全く中身が同じもので、今ですね、ここに1、2、3と3つの箱があります。これはですね、今コンプレッサー1だけですので、まあ一般的なコンプレッサーと同じだと思ってください。そして次にこれを2と3をつけることによって、マルチバンドのコンプレッサーに変わります。そしてここでクロスオーバーの周波数を設定することができると。さらに、このアイゾトープの製品でよくついている機能で便利なものが、このLAN機能となります。これは再生しながらLAN機能を押すと、このクロスオーバーポイントを自動的に設定してくれるというものです。少し再生しながらやってみましょう。はい。このような形でですね、クロスオーバーポイントを自分で見つけてくれるというものです。これはアイゾトープで言うと、オゾンやアロイなんかにもついている機能です。そしてこの分けた状態で一つ一つの機能を説明しますと、この1番、2番、3番と、これはまあマルチバンドのコンプレッサーになるのですけれども、ここにですね、こういったボタンがついていて、これを押すと、このすごい低いところとか高いところをコンプレッサーに反応させないっていう機能があります。例えばですね、これで言うと、このもう、40Hz とか 60Hz 以下のめちゃくちゃ低いところで出ている音量がコンプに反応しないようにするために少しこのようにハイパスを入れておくとか高すぎるところは無視するっていう形でローパスを入れていくような形になります。そして次に横の S っていうボタンを押すとこの今設定したハイパスやローパスフィルターのところだけがコンプの先と通ってくるっていう形になります。これどういうことかっていうと例えば今コンプレッサー 100% の状態でフィルターの幅を極端に狭くしてみましょう。はい。このような形でも、まあドラムループは聞こえていると思います。ただ、この時にですね、この S ボタンを押すと再生します。このように高いところだけは抜けてくるような状態になってしまいます。ですので、このあたりは使い方は少し気をつけていただいた方が良いんじゃないかなと思います。さらに、このマルチバンドコンプ状態になってますので、一つずつの箱に対してミックスなどもついてますので、細かい音質の調整ができるのではないかと思います。もう一つ特徴としては、ここにヴィンテージモードっていうものがありまして、こちらメーターの見た目が変わります。そして、ヴィンテージモードにすると、一番の大きな特徴としては、アタックの反応がめちゃくちゃ速くなるっていうところです。はい。
次にエキサイター行きましょうか。これは何かと言いますと、これはですね、ディストーション、まあ、歪みですよね。サチュレーション的な使い方もできますし、極端に歪みをつけることもできます。これも先ほどのコンプレッサーと同じで、マルチバンドで使うことができます。同様にやってみましょうか。2番、3番をつけた状態でランボタンを押してみましょう。はい、このような状態で、そしてですね、この歪みの特徴、こちらがレトロ、ウォーム、チューブ、テープとあって、それぞれ歪み方のキャラクターが変わってきます。そしてこちらのドライブでどれぐらい歪ますかっていうところです。さらに各このマルチバンド状態ですので、この B でバイパス、S でソロだけで聞くことができます。試しにこの中域の部分ソロをつけてですね、歪ましてみましょうか。再生しながらパラメータ触ってみます。このようにですね、かなり細かくパラメーターを設定できますので、大胆なキャラクターの音に変更することも可能だと思います。そして最後にこちらのトランジェントシェイパー、こちらもこのようにマルチバンドで使えます。これは何かというと、DAW によってはエンベローパーと呼ばれる機能で、アタックやサスティンの部分の音量調整をすることが簡単にできます。今はわかりやすいように、マルチバンドではなくシングルバンドでやってみましょうか。まずアタックを上げたり下げたり、そしてサスティンを上げたり下げたりと音色を聞いてみてください。では再生しながらパラメータを触ってみます。はい。このようにトランジェントシェイパーで簡単にアタック感や余韻をコントロールすることができますので、かなり便利な機能になっていると思います。このようにニュートロンはミックスに対して使用する基本的なエフェクトが全て備わってますので、かなり便利なストリップのプラグインなのではないかと思います。全2回にわたりニュートロンの解説を行わせていただきました。今回はこのあたりで失礼させていただきます。ご視聴誠にありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。